久しぶりのうなずき温泉、実は1年ぶりなんですが、うわうわ、あちゃ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 、立山黒部アルペンルート紅葉を求めて旅をします。今回こそはいい絵が撮れるといいなということでリベンジです。では今から行ってきます。いいダジャレが浮かびますように、頭にかけるいいダジャレが出ますように。中部山岳国立公園室堂平到着しました。1年前に来た時は雪で何も見えなかったんですが、今日は絶景だよこれ。ほら見たんさいって感じですけども、ほら綺麗だよ。この階段上がってみましょうか。絶対もっと視界が開けていい景色が見えるはずですが、よいしょ、ちょっとデブにはきつい階段です。ちょっと頑張ってみます。よいしょ、おお見えてきた。よいしょこらしょ、よいしょ、うわーこらまた、あらま絶景ですねこれ。うわーこれすごい、これはすごいわ。あらららあらららら、ら美しい。さあ少し室堂平を室堂山の方に向かって歩いてきました。またねさっきよりも山が近くに見えて、この辺りには高山植物が群生したり、これ見てくださいこの景色。ちょっと今日なまってますけども、これはまたいい時に来たもんだっつう感じでございます。なんかほんと絵に描いたような感じってこのことですよね。ほんと私絵が超苦手なのでよくわからないんですけど、本当なんか本当額縁があったらその額縁でこう収まる、すげえ絵だなっていう感じがします。栗ヶ池っていう池があるそうなので歩いて行ってます。なんかすごいな、このなんかすごいロード、なんか卒業式の違うか、なんかの道みたいな、花道みたいな感じですけどもね。はい、栗ヶ池、あすごい、これ見えます、あれすごいな、これ なんだろう、これカルデラ湖かな、昔の。こんな標高の高いところに水が溜まるというと、多分昔何かの火山とかによってできた湖か。なかなか標高が 2500m 近くになると大きな木々が生えないので、ちょっと木の葉っぱとかの紅葉っていうのは室堂平では見られないんですが、このようにこれなんだろうな、多分高山植物だと思うんですけども、地べたにほぼ自生している、なんか芝桜みたいな感じの、それとこの溶岩ですね、別に誰かに庭師が置いて作ったわけじゃないけども、これがよく生えますね。これは広大な御田ヶ原高原が見えてきました。曇っているけども景色は綺麗ですね。はい、あがりんチャンネル立山黒部アルペンルートの旅、帰りはですね、室堂駅というか、まあ、室堂平ですね、室堂平から高原バスとケーブルカー、そして富山地方鉄道を乗り継いで立山黒部アルペンルート切符というものを使って富山駅まで戻ってまいりました。この電車もちょっと趣になるというか、変
わゆい電車なので、これ元どこの電車なのか、京阪の特急なのかな、多分どこかのお風呂ですね。この電車に乗って今戻ってまいりましたというとこで、今回のあがりんチャンネルいかがだったでしょうか。1年前に立山黒部アルペンルートの動画を上げましたが、ちょっと時期を勘違いしておりまして、11月の最初はもう立山黒部アルペンルートは紅葉が終わって、上野諸堂平付近は雪景色でした。それよりも1ヶ月早めて今日は10月の2日、とってもいい紅葉が見れました。ただ標高 2500m 前後の紅葉は10月の終盤ぐらいまで、それ以後になりますと、まあ、立山黒部アルペンルートの下の方ですね、美女平だとか多分立山の駅あたり、そのあたりが紅葉が綺麗だということです。あと、山を一つ隔てた宇奈月温泉、こちらの方は、10月の、中旬後半ぐらいから11月の上旬ぐらいまで紅葉が楽しめるというところです。さあ、てっちゃんのためにちょっと今見たけども、すごいのがありますね。特急の看板がある、すごい。これあの特急電車になるときに頭のヘッドマークというか、すごいうなずき号があったり、アルペン号、これ昔のだな、立山号があったり、黒部号があったり、いいな、特急富山、これいいな、とか特急うなずき温泉行きとか、すごいな。あ、触らないでくださいって書いてありますね。触る人がいるんでしょうね。すごい、これこのブリキのやつはすごいな、マニアには多分たまんねえなっていうような感じのものですね。特急アルペン号とかありますけども、まあいろんな感じで、今回の紅葉のあがりんチャンネルいかがだったでしょうか。また次回どこかでお会いできる日を楽しみにして、今回の動画は終わろうと思います。ちょうどまたこれあれだな、昔のレッドアロー号、どこだこれ、どこかの電車のお風呂ですね。またどこかで会いましょう。それではさよなら。さよなら。